萩原選手と対戦が決まって何かアドバイスとか送ったりしてますかね。まあそうですね、これも1試合前に視聴者分析してること、はい、まあ、気をつけた方がいいでしょう、うん、これはまあ一応アドバイスさせていただきました。どんな試合になると思いますか、萩原選手と白選手の試合は。なんかプレッシャーがすごいのは萩原君の方だと思う。あ、はい、前回負けてて、まあ、2連敗は絶対に避けたいところだし、まあ、メインイベントで、ここで勝って当然みたいな感じの意味が来ると思うんですけど、うん、そういうすごいプレッシャーのかかった時の試合で、うん、まあ、本当に本来の力が発揮できるかとか、うん、まあ、あとは庄司さんが、どんだけ萩原君の癖を癖に合わせる練習をしていくかにもよると思うんですけど、結構まあ拮抗した戦いになると思いますね。そう見てる、まあ、テイクダウン能力とかも結構あるんで、はい、さん打撃だけで戦おうと思っている萩原選手よりも庄司さんの方が最初から多分両方で戦っていくつもりな分、うん、なんかもう覚悟が決まってるからっていう、なんでまあその辺の差がどう出るかですね。寝技を多分決めるつもりはないと思うんですよね、おそらく正直パウンドだと思うので、はい、あ、結構バテバテの展開になる気がしますね。あ、なるほど、はいはい、まあ、あとは根性勝負でできるんですね、うん、で判定にもつり込めるみたいな感じですかね。判定に行くかわかんないですけど、うん、まあ、お互い一発があるんで、はい、そんな中でも結構バテバテの展開になる気がしますね。